マラキショ第四章。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は、藁となる。来ようとしているその日は、彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の死は仰せられる。しかし、私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、 その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は押せられる。あなた方は私のしもべ、モーセの立法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために。 私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。